子供が遠足に行くと必ず木のの棒を持って帰るのはなぜですかチャット GPT 子供たちが遠足やアウトドア活動で木の棒を拾って持ち帰るのは自然からの探求心や冒険心の表れといえます木の棒は自然の中で自由自在に使える便利な道具であり棒を使って遊んだり 何かを探検したりすることができますまた木の棒を持って歩くことで自己主張や自信を持つことができ子どもたちは自分自身を表現するために木の棒を手放さないことがありますさらに子どもたちは木の棒を自分で加工して何かを作ったり自分だけのオリジナルの道具を作ることもできますこのような活動は 想像力や想像力を刺激することができ、子供たちにとって非常に楽しい体験になるでしょう。そうじて言えることは、子供たちが木の棒を持ち帰るのは、自然を探求し、想像力や想像力を刺激し、自己表現や自己主張をするための行動と言えます。